はい、今回はエストレアですね、2007年式の紹介動画になっております。インジェクション車ですね。でこちらですね、全体的に見ると結構綺麗な車両でして、もちろんやっぱりあのメッキパーツが多いんで細かい部分の点サビとかはあったりはするんですけれども、だいぶ比較的他のエストレアに比べるとかなり綺麗な部類かなと思います。この辺のカバーとかもね、かなり綺麗な状態ですので、はい。で、ここにだけちょっと、まあもう言われないとわからないぐらいのエクボがあります。はい、じゃあ全体ぐるっと回っていきます。でマフラーが耐熱のブラックでかなり綺麗に塗られてますね。でサイドバックサポートがついてますのと、タイヤとチェーンですね、かなり錆びてるのと、タイヤに関しては前後ひび、あともう溝がない状態になりますので、購入いただければ、こちらに関しては、無料で、前後タイヤとチェーンの方は、交換させていただきますのでご安心ください。その他に関しましてはもちろん整備進めながらという形にはなるんですけども、オイル、バッテリー、プラグ、これは全車種うち新品に交換、新品交換させていただいてますので、こちらもご安心いただければと思います。こうですね、エンジンかなり綺麗ですね。タンクも反対側だけで大きい剥がれとかもないですし、かなり綺麗です。はいですね、こんな感じになっております。で、先ほど言ってたようにですね、消耗品もある程度交換という形になってますので、まあ最初ですね、結構交換タイヤとか言ったら絶対3万4万円かかるとか5万円以上かかるって心配されている方多いんですけれども、うちは、無料でさせていただいてますのでご安心ください。でですね、交換部品以外にもですね、保証の方がうちは結構長くてですね、1年1万キロご納車時から、保証の方させていただいてますので、こちらですね、2007年式のバイクでもご安心してお乗りいただけると思います。ぜひご検討ください。